こんばんは、お散歩大好きおやじでございます。今日はね、新松戸駅の方に来ております。目的はね、ちょっと後で言うとしまして、まず今ここでね、豚肉そばをね、美味しくいただいてきました。それではスタート。はい、松戸駅ですね。 JR 松戸駅です。なんかね、ちょっとイベントをやってまして、なんかね、ガンダムスタンプラリーでね、この新松戸はギャンですね。私大好きギャンがいます。もうちょっとアップで撮るか。はい、ギャンでございます。戦いをまともにやろうとするからこういう目に遭うのだよ。はい、ってことでね、せっかく来ましたんでね、ここはもう駐車場ないんで、今駐車場、あのパーキングのね、100円パーキングの駐車場に停めてきました。ちょっと歩いていこうと思います。ロッテリアがあります。これそうだな。赤組代表。白組代表。なんかちょっと歩くとね、高野駅っていうのがあるんですね。流鉄流山線。もうね、向こうが新松戸なんでね、もう近いです。目と鼻の先ですな。どっち側がメインになるのかな。こっち側もね、そこそこ色、あ、ルフランってなんか聞いたことあんな。ルフランケーキ屋さん、なんかいろいろご飯屋さんもあるんですけど、車止めたね、向こう側も結構ありました。なんか居酒屋が多いね。マックがあるからポテトちょっと食べたいな。あ、このダンマヤ水産さんのでもサーロインステーキとかこういうのもあるよ。すげえ美味しそう。北海道産、まあ、ホッケー、いや、どれも美味しそうだな。ステーキ結構やばいな、680円だもんな。もうこっち側に来ると、あんまり何もないかな。向こうの方にもなんかお店ちょろっとあるんだけど、トントン餃子、何あの漫画喫茶、マックのマックみたいな漫画喫茶、何。とりあえず今回の目的の場所に行こうかな、戻ってね。多分分かる人はもう分かると思います。それではちょっと戻りますか。ここはでも結構駅の割にはお店がいっぱいあるから、食べ物屋さんがでもすごい多いかな。これいいな、三代目鶏メロ、カリメロみたいだな。ペッパーランチ、やっぱり食べ物屋さんが目についてしまいますな。これうまそうだな。ワイルドジューシーカットステーキ。今日はね、3連休の最終日です。千葉県はね、成人式が多いみたいでね、向こうにね、着物のお姉さんがいるんですけども、成人を迎えたね、方たちがね、ちょこちょこ見受けられます。もう天気はね、最高です。でね、ここ新松戸は、あ、さっきのあの着物の着たお姉さん来たな。ここはね、割とね、おしゃれな可愛いお姉さんがいっぱいいるんで、なかなかいい街なんじゃないでしょうか。ちょっとね、向こう見せたいけど今人がいるな。ほら、向こうにね、古びた本屋さんを発見しました。あ、でも時はブックスか、時は書房さんとか、そういう系なのかな。昭和感のある、なかなかいい本屋ではないでしょうか。お邪魔していきたいと思います。
いやこちらのね本屋さん良かったです。昭和のまさに昭和の本屋さんの香りがしましたね。古本屋さんとはまた違う新品のね、書物といいますか本を扱うそんな昭和の本屋の香りがしてね、まあ、店内のね佇まいとか雰囲気もそうなんですけどもとても懐かしく感じることができました。それではついにメインのところに行きたいと思います。ここじゃないんですけど東京ラスク美味しそうだったんでちょっと来ました。東京ラスク高いのかな、ちょっと食べたい気もするんだけどな。いやしかしねなんかこう昭和感の残るいい街並みですな。ここ最近ね昭和っぽい風景を見るのがすごい好きで、ちょっと古びた街なんか行くとね街歩きをしたりなんかするんですけど、あとはまあ車なんかで走ってるとねパチンコ屋さんなんか結構古いね本当に昭和初期頃のパチンコ屋さんの風貌をしてるねお店もあるんでね、なんかそういうの見るとすごい懐かしさをね感じたりはします。宝くじ閉まってます。いやしかしね晴れ着なんか見ると思い出しますよ。私の成人式も私もね行かない行かないなんつってねやっぱり行こうかとね、もう今でも付き合いのあるともちゃんですけども成人式に、行こうと思って現場に行ったんですけど、なんかねハガキをねハガキを持ってないと入れなくて、まあ、行けなかったっていうそういうオチです。どうしようここを一気にちょっと取りたいんだけどちょっと通り過ぎよう、ちょっと通り過ぎる理由がある。やばい美味しそうだ結構ここね、あこれはやばい、なんか激しい音が鳴ってたんでね一回止めました。いやはい、ということでこっち側もねもう鳥貴族さんたりね山椒門富士さんっていうのかな、松屋もありますね。こっから見えるかな、ここから私上を見えるかな。はい、目的地に到着しました。ここであります。ご存知ってあるか、千葉じゃないと知らないか、エンターキングでございます。そうです、エンターキングということは、はい、ここであります。桃太郎王国にやってまいりました。ここが今日のメインでございます。ここはねエンターキングの時からね、まあ、駐車場が100円の駐車場しかなかったんで行ってなかったんでね、ここ自体初めてだと思います。それでは念願の桃太郎王国行きたいと思います。ただともちゃんが行方不明なんでしばらく待ちたいと思います。ご視聴ありがとうございました。それではまた。コンティニュー。